はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしんです。先日アジサイのアナベルのね、あの剪定挿し木の仕方を皆さんに教えました。その中でカットしたアナベルがこちらですね。このアナベルを使ってアナベルのリースを作っていきたいと思います。アナベルってね、このままドライフラワーになっていくので、リースにしてもそのままドライフラワーになってくるんですね。なのでね、もうずっとこう飾っていけるので、とっても可愛いリースが出来上がると思います。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、こちらがアナベルです。アナベルをね、ちょっとこうやってまとめてあげたら、26番ぐらいのワイヤーで、ここをこのようにワイヤリング、ツイスティングしますね。こうやって。こうやってね。で、まあ、ステムはある程度のところでもカットしてしまっていいです。はい。そしたら、これをね、このフローラーテープで巻きます。フローラーテープはね、こうやってキュッと伸ばすと粘着が出ますので、よく伸ばさないで巻いてる人いますけど、それは NG ですね。伸ばさないと粘着力が出ないので、このようにパーツにしてワイヤリングにしていきます。まあね、ちょっと大きさ変わった大小があるとやりやすいと思います。では作っていきます。はい、このようにパーツが出来上がりました。はい、次にね、こういうね、これ今回ヒメミズキの枝ですけど、ヒメミズキの枝でこのようなね、丸い輪っかを作っていきます。これがリースの土台となります。で、これをワイヤーでここを結んで、で、結構ね、リースのね、大きさを、リングの大きさを大きくしちゃう人がいるんですけど、あんまり大きくするとね、結構リースって、このパーツ使うんですよ。だから、あんま大きくすると足りなくなっちゃうんで、ほどほどの大きさにしときましょうね。はい、そしたらですね、まずこの26番ワイヤーを、見えますかね？このテーピングね。テーピングでギュッとか縦にこうギュッとこう巻いていくと、簡単に1本テーピングできますので、こういう風にワイヤーを茶色いテープでテーピングします。まあ、これをね、まあ3本ぐらい作っておきましょうか。足りなくなったらまたやればいいからね。はい、そしたらね、このリングに、このアナベルをつけていきますよ。ここです。まあ、少しね、ここでこのワイヤー巻いてあげてもいいんですけど、こうやって、まあ、そうすると固定はされていきます。こうやってね、一個一個ね。ただまあ、これでね、2つぐらいこのようにここにつけたら、最初のこのね、茶色いテープでテーピングしたワイヤーで、ここを後ろ側でキュッとこう結んであげますね。ねじってあげます、こうやって。まあ、そうするともうこの子たちはこれね、ビシッとくっついた感じになるので、そしたらまあ特にこのねワイヤーってこの方法だといらないんですよね。ワイヤリングって言って、このアナベルのこの子たちだけで全部ワイヤーで作っていく方法の場合はいるんですけど、長くね、特に長い部分は今回の場合はいらないんです、実は。で、これでね、こういう風にここにつけていきます。今度はね、段下げてこの辺りにつけたりしますね。そしたらこの今伸びてるこのワイヤーありますね、これでここをキュッとこうやって巻いてあげるんですね。こうやってね、そうするともうこの子固定されちゃうんで、はい、もうここから先は簡単ですね。好きなところにこれを置いたら、このワイヤーを巻いてあげればこのように止まっていきますね。
で、あのリースなんで、ちょっと両サイド見た時もあの花があった方が可愛いんで、この両サイドに花があるような感じで作っていきましょう。で、ここでこのワイヤーで引っ張ってきますね。で、あのちょっとね、お花の量をこう調整しながら、あんまりねずっと太い感じで作ると、まあ、お花も大量にいりますし、まあ、単調なリースになってしまうので、ちょっとこうこのねお花の大きさで太いところ少し細いところみたいな感じで作っていくと、なんか面白くて可愛いモコモコしたリースが出来上がりますね。で、ここでね、少し例えば足りないな足りないなと思い始めたら、まあ、一応ここで当てがってってみた、足りるか、やってみよう。そしたらまたここで1本足しますよ。これは完全に足りなくなってきたぞ。はい、ではね、ここでちょっと足りなくなっちゃった人のためにですね、まあ例えばここをこう持ってなんていうことにもできるんですけど、一応これでリングにしたいじゃないですか。だからそういう時はもうこの最初の土台をねカットしちゃいます。ここでいいですか。カットしました。とまさしくこれが胸のところになりますね。そしたらこれを巻いてあげて、ここでジョイントしてあげれば、はい、出来上がりました。こんな感じです。後ろ側から見てもこんな感じですね。なんでしょうかね、これ普通にアナベルだけでワイヤリングしていくと、ちょっとこのね、デコボコなモコモコ、モコモコ感が出ないんですよ。わかります？ちょっとこのデコボコなモコモコ感。これがちょっとナチュラルっぽくて可愛くないですか？とってもね、このまんまドライになって可愛いリースです。はい。ぜひね、皆さんも作ってみてください。でね、足りなくなったらさっきのような裏技がありますので、ああいう風にやると、リングできます。大体ね、目測誤ることが多いんですよ。で、結構みんなね、大きく作りたくなっちゃって、足りなくなっちゃうこともあるので、まず足りなくなったら、最後の方法をやれば大丈夫です。はい。はい、こちらが出来上がったアナベルリースです。はい、いかがですか？ちょっとこう、モコモコ感可愛くないですか？さっき言ったように、この枝物のベースの中にこのアナベルをつけていってるんで、このモコモコ感が出ます。とってもね可愛いですよ、本当に。はい、なんかちょっとドーナツみたいで美味しそうでしょあとね、こんな枝物なんかにちょっとこうやってね、こうやってくっつけてもほら可愛くないですか。あのね、とってもね、こういうナチュラルな素材が似合うんですよ、このベース。なので、このままドライフラワーになってしまうんで、ぜひ皆さんもアナベルね、育てて、最後はアナベルリースにして楽しんでみてください。もうとってもアナベルは育てても可愛いし、最後ね、収穫してこういうリースとかアレンジとかにしてもいいし、とっても素敵なお花です。はい。はい、こちらのアナベルリース、ぜひ皆さん作ってみてください。とっても可愛いです。この動画がいいねと思った方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録もぜひお待ちしております。で、通常ね、僕はお花のレッスンをやってますので、お花がうまくなりたいよっていう方はね、 N フラワー全国組織、全世界組織になってます。なのでぜひ N フラワーにご入会ください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。